はいどうも皆さんこんにちは、トリッピーです。今日はですね、お化けとケイドロするゲーム、お化けイドロで遊んでいきたいと思います。俺ね、このゲームに一つ物申したいことがあるんだけど、俺の地域だったらケイドロじゃなくてさ、子供の頃泥系って言ってたんだよね。まあどうでもいいんだけど、すごいねキャラクターが可愛くてね、チュートリアルは終わったんですけど、あのルールとかも結構シンプルで楽しかったんで、早速本編やっていきたいと思います。人間とお化けどっちで遊ぶを選べるんだ。お化けもいける、可愛いな。お化けも普通に、まあでも今回は最初だから人間でいきましょうか。はい、人間セレクト、アリサとアレス、弟なんだよねこれが、兄弟。お姉ちゃんの方が可愛い。お化けの世界に迷い込んだ女の子、悪魔やお化けのことに興味があり、ちょっとワクワクしている。マジかよ、かなり強いなこれ。心臓に毛生えてるわ。どのマップで行く。まあ最初だからデルーゾ墓地で行きましょうか。一番デフォルトっぽい感じの。ここで行きます。はい、マップルール、エリア制限はなし。まあエリアの縮小がないってことで、牢屋のスイッチは2つ。まあこれどんなゲームかっていうと、あのデッドバイデイライトとか、あとは第五人格みたいな、非対称の人数で行う、まあオンラインで遊ぶゲームなんだよね。まあお化けが1人で持って、人間が3人で、人間側の勝利条件は3分間だったからな、このお化けから逃げ切れば OK で、もって、お化け側は3人を捕まえるんだよね。捕まえたらこの牢屋に行くから、この牢屋に閉じ込めたら勝ちみたいな、すげえシンプルで。俺にはランタンがあと1回で書いてるんだけど、このランタンでお化けを1回ひるませることができるけど、基本的にはこうやってチェイスをするってよりかは隠れるみたいな感じだった。お化けの、お化けはね、まさかのね、あの建物に貫通して動けるんだよね。どっかいるよお化け。まず、あいれ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 、あいつあっち行ってるわ。お化けは貫通して動けるからかなり有利なんだよね。うわびっくりした、何今ので。一応ジャンプもできますと。ボタンはすげえ少なかったはず。よいしょ、ここら辺に隠れとこう。はい、どこお化け、お化け、お化け、どこお化け。お、なんか隠れてたらこうやって集まるって聞いたよ。怖えよこれ普通に。でも大丈夫、俺誰かが捕まったらちゃんと助けるとこまで。ボタンが、牢屋が捕まったらあそこの正面左に見えて、あ、びっくりした、俺かと思った、俺かと思った、ごめんなさい。皆さんちょっとはしたない声出しました。んー、びっくりした今、初めて遊ぶからさ。待って、あ、やばいやばいやばい、大丈夫は、オッケーオッケーオッケー、あいつ行ってる、あいつ行ってる、これで行くわ。だからまあこうやって押したらこれで1つ2つで、はい、逃がせる、はい、オッケーで、逃がしたらランタンも1回こいつ回復する、逃げたら回復するみたいな、そんな感じです。で捕まった、逃がした直後はこん、なんでお前来てんの、うわー、またあいつ捕まりやがった、こんいやー、まったく世話が焼けるぜ。すげえルールシンプルだからね、楽しいんだよね。バレてるかも、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 くんな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 、バレてる、あこれです、これです。お、ナイス、あ、ナイスじゃねえわ、ナイスじゃねえよ、ちょっと待って待って待って、あーほらな、あほらな、捕まるんだよこうやって。ただお化け側も一回チュートリアルでやったんだけど、建物とかを進むのがめちゃくちゃ遅かったの。建物を進む時だけはなんていうのかな、なんていうのかな、すごい足が遅かったから、まあそこら辺はね、うまい具合に建物も使っていくのありかもしんない。助けてくれ、あと1分間、あと1分間なんかあるな、座る、これは、あいつが、こいつが助けれたらマジでワンチャンある、お願い、ナイス、死んだふりしよう、ストレッチ、お、捕まった、あ、捕まってない、ナイス、神かよお前、本当に弟、弟強すぎる。え、捕まるの早い弟で、確かお化け側は一回捕まえたらちょっとの間手がなくなるんだよね。うわー、やべ、ミスった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 、時間、あー、ごめんごめん下手くそだ。いや、まだまだ初めてだから、これから上手くなっていくんだよ、これから上手くなって、俺上手くなったらあれするから、このおばけいどろをおばどろけいって名前に変更する署名活動するからこのゲームでランカーになってええ迷惑だなお願いな、30秒、いいよ、俺自分の力じゃなくていい、コンピューターの力で生き残りたい、頑張れ、25秒間逃げるんだ、
これ走ったらさ、多分足跡とかもつくから隠れてる方がいいんだろうな。多分チビお化けが牢屋から離れた。うわ、まだ追いかけられてる。うわー、これ負けたんじゃない。うわー、あと10秒、頑張れ頑張れ頑張れ。いや、助けなくていい、バカ。お前バカ、逃げろっつってんだろバカ。ちなみにこれあれですね、あの誰か一人でも生き残ってたら人間側の勝利なんで、まあ、あのさっきのコンピューターの動きはマジで本当にやめてほしかったね。お化けの勝ち。あ、まあでもいい感じかも。あ、C マイナスなんだ。オッケー。ということで、まあこんな感じのゲームです。もうせっかくだったらお化けもやりたいよね。あ、普通にランク上がんじゃん。新しいランタンが買えるようになった、やった。新しいお化けが買えるようになった、やった。嬉しい。じゃあキャラクターセレクトから何？スタンプゲット、コソコソプレイヤー言われてるわ。でもそういうやつだからまだゲットすんの？駆け出しランタン使い、すげえゲットすんじゃん。じゃあ次、さっきなんか出たって言ったよね、ショップ。ようこそいらっしゃいました。どれも貴重な品ですよ。ほう、ランタンショップ。あ、いいね、ランタン買えんだ。で、お化けショップ。あ、来た、これだ。ミエモン範囲、羊の頭をかぶった子供のお化け、かわいい。友達が少ないことを気にしているが、かぶり物が怖いせいだとは気づいていない。なるほど。かぼちゃもいるじゃん。ケロキングとか最高やんけ。あ、でも4、5種類ぐらいかな。ケロキング使いたい、ケロキング使いたい。まあでもまだ買えないから、まだ買えないから、とりあえずあいつ使おう。マップもう1回だけテレーズ墓地でいい？ちょっと2回ずつぐらいやりたいな。2回ずつっていうか、人間とお化けで1回ずつぐらいはやりたいな。はい、さあ、ということでテルーゾ墓地で、今度は俺が追いかける側だから全然いける。なんか本当に操作感はシンプルだからめちゃくちゃやりやすいし、何より可愛い。おらよ、可愛い子ちゃんたちよ、全員俺が、全員俺が捕まえてやりますよ。さあ、どこにいるか。おお、ちょっとゆっくりなるね、やっぱり。こっちの方だと思うんだよな、最初は。出ておいで、出ておいで。赤いランタンが、赤いランタンが光ったらね、あのそれが、人間がいるっていう合図なんで。俺ちょっと結構、あ、いた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 、一人発見。あ、二人発見、来た。うわ、はい、捕まえた。早い。これはトリッピーさん、この後右だったね。この時はみんな時間止まってるんで右だったね。はい、こっち。さあ、このまま行く。うわ、やばい、うわ、くそ。ただ、あ、やばい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 、おめえら、おめえら。待って、これでも捕まえても意味ないんじゃない？これ捕まえてもさ、あいつがさ助けるよね。いや、でも最速でいける可能性もある。あと一人、あ、やばい、いった。全員、これ一回あれか、ランタンをさ、あ、これ捕まってる。なんでこれは捕まってる状態なのか。オッケー、ナイス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 、いいぞいいぞ。捕まえた後だからあれなのか、捕まえた後ってなんかくるくる回ってたからそれがあるのか。はい、早く閉まれ。オッケー、ナイス。一人一人これで確保して、こっちの方行った、あいつら。あいつらどこ行った？牢屋の見張り終了。なんかね、あとね、その牢屋の見張りって言ってんじゃん、これがチビチビお化けみたいなのが見てくれてんだよね。それでなんかや、近づいたら、近づけないようになってるみたいな。一定期間は近づいたら教えてくれるみたいな。さあ出てきなちゃい、かわいこちゃんよ。いいね、チビお化け。あー、いた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 、こっち側だな。危ない、ただあと1箇所になっちゃったな。これ絶対この1箇所守らないといけない。これどうすればいいんだ。あと弟くん、まずお、あ、いた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 、いた。ただ弟ランタンあるからな、マジで気をつけねえと。ランタンで、これこっちから一気に、これやっぱお化けでもさ、お化けでもさ、はい、うわー、大丈夫、おめ、よっしゃー、危ねえ。お化けでもなんか建物避けちゃうんだよな。よかったよかったよかった。いや、いいじゃんこれ。もうなんとか1分残して勝てました。どうなんだろうな、このランタン使われた後に逃げられたら困るから、まずは3人とも捕まえ、ランタンを消費させてから1人ずつ倒していくのが、もしかしたらお化け的には強いのかもしんない。さあ、お化けのランクも
上がりました。見習いキャッチャーいいね。どうしようかな。継ぎはぎ使い、そんなに使ってないです。続ける。キャラクターセレクト、ブロンズスコア達成。これお化け変えんのかな。いろんなお化けを遊んでいきたいけど。あー変えますね。名門、じゃあこれ買うか、せっかくだから。こちらでお決まりですか。はい、買いました。じゃあ今度はこれから逃げるのと追いかけるのをやりましょうか。まず最初は逃げたいね。どのマップで行くか。今度はおばけろ沼、おばけろ沼で行きます。牢屋のスイッチは2つ、エリアの制限はなしと。有利なお化けはカエルだ。ケロキングだったっけ。さあここは、おおすごい。今マップは完全に初見だけど、見る限りでは水のところはさ、足場が悪そう、遅くなりそう。あ待って、カエルと戦えんの、最高じゃん。そういうことか、持ってなくても敵としては出てくるんだ。やった。じゃあついに俺はケロキング様から、ケロキング様から逃げれるわけですね。とりあえずここから隠れよう。危ない、明かりついてた今。こ来ないで、来ないで、来ないで、来ないで。ケロキング様どこ、ケロキング様どこ。でもこれさ、バレにくくない。あ、みんな隠れてるわ。あー怖え怖え。あバレなかった。あー危ねえ。向こう側行くぞ、向こう側逃げるぞ、向こう側逃げるぞ。帰るあいつバカだから。あ待って、ここら辺とか、えこれ見つからなくね、これ見つからなくね、これかなり強いと思うんだけど。カエルどこ行った。あーピンチ、緑の人がピンチ。緑の人どこ、緑の人マップ見えないんだよな。そういう感じでマップで把握していくのか。あーあいつかな。あーあれだあれだ。うわー逃げてるわ。来ないでお前、ちけえよ。あはははは、なんでバレんだよ。今見つからなかったじゃん完全に。おいどこまで見つかるかが、もう俺が無能みたいになる。意外と見つかるんだな。もう逆にコンピューターだから見つかった、まだあるよあれ。対人だったらまだみんな慣れてないからさ。あ来た、有能、マジウサギ有能、ありがとう。あと一人どこ、どっちに逃げればいいかわかんねえ、どっちに逃げればいいか、ありがとうマジで。どっちに逃げればいいかわかんねえよ。俺もお前と同じ方向に逃げる、お前と同じ方向に逃げる。カエルは追いかけてきてないね。オッケー、ではとりあえず隠れて。カエル来てる、カエル来てる、来てないよね。オッケー。あのね俺こういうゲームさ、本当に追いかけられるのすげえ怖いんだよな。場所を定期的に変えていこう。あでもこれ1分26秒ぐらいだったら逃げ切れそう、本当に普通に。デッドバイデイライトとか、その第五人格みたいな、すごいもう今ではすごい人気なやつよりも、なんていうのかな、シンプ、あ、待って、お化けが、お化けが、ちびお化けが来た。なんていうのかな、それよりも、シンプルに、なんで俺がこれをやり始めたかっていうと、まあ、新しいゲームだから、もうプレイヤーが、オンラインプレイヤーみんなが初心者っていう、そういうの始める、なんか理由になるよね。俺はもうこのゲームで俺は、ランカーになる。あいつを助けてやるぜ。絶対にウサギを助けてやるぜ。あいつどこ行った、一気にも助けに行く、まだ行かなくてよくない。カエルいたな、あっちにいる、あっちにいるってことは、あっちに左側にいたってことは、こっちから行っていい、こっちから行っていい、助けれる。ちょっと来んなよお前、来んな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 、よしオッケー、助けた、いいんじゃないこれ、仕事したよドリッピーさん。さあおめえ、さあ恩は返す。うわあああああ何、あ何何何、今のちびお化けが裏見張ってる。オッケーオッケー、あでも20、え、あー危ねえ、おめえまた捕まったのか、てめえまた捕まりやがって。いやでもいいよ、何回でも助けてやるよ俺、お前のこと、お前のこと俺何回でも助けてやる。一度助けてもらったもん絶対に忘れねえ。あとはお化けどこ、でも20秒でしょ。あーいたいたな、あ全然違う方行ってる、全然違う方行ってる、助けてやろう。13秒、13秒でもちゃんとみんなを助けて、あ罰だ、そういうことか、あの一定期間はダメなのか。で足跡がこんな感じで見えるんだよね。ほら勝ったぞ、やったー、フィニッシュわーい、帰りの方に誘われる、やりました、お、グッド、かわいい、人間の勝ち。助けた回数、捕まった回数11、いいねこれは。いやなかなか普通に面白いですよこれ。 C マイナスから上に行きたい。ひよっこランナー。あ、いいね。走るのやつも手に入れた。
じゃあこれが最後かな。最後はお化けでさっき購入したメエモン。これのスキルが、はい、リベンジ。ランタンを当てられた後、ほんの少しの間相手の場所が見える。ああ、なるほどね。スキルはない。ああ、なるほど、わかったわかった。オッケー。じゃあこれでメエモンでいきましょう。マップは、これはどこなんだろう。あ、これもメーモンのマップじゃないのか。じゃあもうさっきのマップでいきましょうか。ここが有利のお化けは変わりだけど、まあせっかくだから順番にやってきたよね。さあやってきたぜ、恐怖の時間だ。俺が追い回してやるよ。うおー、かっけーさあこんなやつに追いかけられたら本当にトラウマになるだろうな。震えて眠れ、キッズども。さあ人間を捕まえに行くか。まあまずはちょっと俺今回はさ、まあなんだかんだでこのお化けイドルも慣れてきて、ちょっと作戦を考えた。全員のランタンを消費させる。どう？その作戦。はい、これで1回目で、これで相手の場所、リベンジで相手の場所わかるんでしょ。あ、わかんないんだ。どうやってわかるんだろう。とりあえず弟くん、オッケー。お姉ちゃんいたな今。ウサギもいるし、お姉ちゃんもいるね。全員同じ場所逃げてるこいつら、こいつらのランタンを消費させる。あー、やべえ、普通に。オッケー。でもこれで、あとウサギちゃんだけだよ。あと君だけだよ。ウサギちゃん、ウサギちゃん、あーいい。さあこれさ、これでフェイントかけようぜ。はい、フェイント、はい、完璧。はい、捕まえる。はい、オッケー。これで捕まえることによって、あいつらさランタン持ってないんすよ。これはトリッピーさん完全勝利なんじゃないですか。作戦勝ちよ、作戦。助けに来るだろ。バカの一つ覚えみたいにな。そこをさせてやろう。ただここはさせないんだよあいつこの女の子正面突破したし、なんだったら捕まえるときに胸を触ってる気がするんですが、事案なんじゃないでしょうか。これは事案なんじゃないでしょうか。こいつロリコンかよ、こいつロリコンかよ。あと、あ、弟弟ちゃんよ、こんばんは、こんばんは。はい、バカこれは完全勝利でしょう、間違いなく。はい、ということで、いや、まあこれはね、多分俺の予想だと明日ぐらいから、まあオンラインが始まるんですけど、まあ4戦やってみた感じ、やっぱコンピューター戦だったらまあまあ全然やりごたえがないっすよ。早くこれを全国の猛者たちと一緒にやってお化けランクを上げていこうぜ。あ、これいいね、お化けと人間ランクが別なのかな、わかんないけど。はい、ということで、今回は、オフラインで遊んだお化けイドロでございましたけど、皆さんどうでしたか。まあ定期的にね、夏なんでね、こういう感じの子供の頃に戻ったみたいな気分でね、ケイドロ遊び、これからもやっていきたいと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。ということで、ここまで動画見てくれてありがとうございました。明日のトリッピーの動画でお会いしましょう。じゃあね。